突然だったのですごいびっくりしたんですけども、僕地元がこっちの方なので地元の方に戻れっていうのはすごい嬉しいなというふうに感じました。昨日話を聞きました、はい、あそうですね、もちろんもうチャンスをいただけるのであれば本当にありがたいので、はい、そうですね、本当にみんなすごい明るい雰囲気があるなっていうイメージはすごい持っていて、まあ、昨年もあのパリーグであの優勝されてますし、あの強いチームに来られてよかったなというふうに思います。そうです、本当に僕自身も打つ方とあとやっぱり盗塁なのでやっぱりすごい自信は持っているので、そちらの方で貢献できたらなというふうに思ってます。そうですね、あの体が大きいのですごい長打ホームランっていうのは言われがちなんですけども、僕自身やっぱりそのボールに当てる技術っていうのはやっぱり自信ありますし、やっぱそれをもっと高めていきたいなというふうに思ってます。いや本当にチュニドラゴンさんには6年半お世話になったんですけども、本当にその中で怪我が多くて本当に結果が出せなくて本当に申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいです。ただあの新天地あのオリックスバファローさんにあの来ることになったので、こちらの方で結果を出すことがやっぱり恩返しにつながると思うので精一杯頑張りたいと思います。そうです、本当にあのまだまだ優勝も目指せる位置にいると思いますし、やっぱその中で僕がその優勝を目指していけるワンピースになれればいいなというふうに思ってます。中日ドラゴンズから来ました石岡亮太です。自分らしく明るく元気に、プレーをしていきたいと思いますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。